皆さんこんばんは、 HKT48 の馬場さやかです。本日も私のラジオ番組サガーズのお部屋が始まりました。イエーイ。はい、ということで前回はですね、卒業発表後だったのでそのことについてお話をしてたんですけど、今回からはまた普通のラジオにね戻って、あと2ヶ月皆さんと楽しいラジオをお送りしていけたらなと思ってます。今は5月3日なのでゴールデンウィーク真っ只中ですけど、なんと19歳になりました。はい、昨日ですね、昨日誕生日を迎えて19歳になったんですけど、まあ、まだね、こちらの世界では全然18歳なので誕生日迎えた実感もなく19歳になった実感もないんですけど、まあでもね、もう10代最後になっちゃうので、ちょっと無理かもちょっと無理かもしれない。10代最後はちょっと、なんかその前回誕生日迎えた時は高校生最後みたいなこと言ってたけど、なんかそことまた重みが違うというか、10代最後ってやだな、年を取りたくないけど、なんか俺の方が年上だよみたいな、私の方がとか言われちゃうから、ファンの皆さんにまた若々しいぞって感じでいきたいなと思うんですけど、はい、どうかな、お祝いしてもらえたのかな、たくさんしてもらってたら嬉しいですねそして明日はファングフェスもあるので、わあ明日かこちらの世界で行くと明日はニコドルなんですね。だからそうあれだけど、そっか、終わってるのか。どうでしたか、幕張メッセでね、その出させて、急遽さやかは今回みくちゃんの代わりに急遽出させていただいたんですけど、結構ね楽しかったんじゃないでしょうか。瀬戸里も盛りだくさんで、衣装もこの間の何でしたっけ、 NIG フェスに続いて君はもっとできるの衣装を着させていただいて、はい、幕張メッセ最後かな、最後の幕張メッセ HKT48 としてのだったのかなとも思いながらも、はい、皆さんに楽しさが伝わってたら嬉しいなと思います。それではタイトルコールに行ってみましょう。馬場さやかのサガーズのお部屋。改めまして皆さんこんばんは、 HKT48 の馬場さやかです。本日も私のラジオ番組サガーズのお部屋が始まりました。はい、ではでは普通歌を読んでいきたいと思います。ラジオネームゆいちぇりーさんからです。遅くなりましたが卒業発表お疲れ様です。正直めちゃくちゃ寂しいです。自分の仕事の事情もあり、生誕祭や卒業公演が平日開催ということで参加できなくて残念ですが、できるだけ行ける公演に見に行けたらなと思ってます。あまりちゃんと支えてあげられなかったかもしれませんが、卒業までまるちゃんが楽しく過ごせるように支えられたらと思います。これからも応援してるよということで、ありがとうございます。そうですね、なんか未だになんか寂しいよとか、卒業嘘でしょとか言っていただけるんですけど、嬉しいですね、そういうなんか寂しいんでいただけてるなんて言うんですか、日本語難しいけど、はい、悲しいよって言っていただけて、みんなの心の支えになってたのかなと思うと嬉しいんですけど、はい、そうですね、そう、平日なんですよ、生誕祭も卒業公演も月曜日なので、まあ、土日明けって感じで、ちょっと多分難しい人もね、方も多いと思うんですけど、全然他にまだたくさん公演は出るので、それこそゴールデンウィーク中でもここ店とか目撃者にも出させていただくので、皆さんのご都合が合うタイミングでなんか見に来ていただけたらなと思いますね。それこそなんか目撃者とかなんかあんまり出ないかなと思ってたけど、すごい楽しくて大好きなので、たくさん卒業までに、ね、出たいと思ってるので、ぜひぜひ足を運んでいただけたらなと思います。ありがとうございます。ではよいしょ、続いてどっち読もうかな。では、ラジオネームプリントーさんさんからです。まるちゃん、黒木さん、こんばんは。こんばんは。
もうすぐ5月ですが、この季節といえばタケノコ、スーパーの地産地消コーナーとか、個人経営の八百屋さんの店先に朝採れたばかりのタケノコを見つけたら即買いしてすぐに茹でます。いいね。これが日にちが経ったものとかだといくら茹でてもえぐくなっちゃうんですよね。あ、そうなんだ。上手に湯かけたら、まずはタケノコご飯、タケノコの味噌汁にわかめと一緒にわか、これなんて言うんですか、わか、なんて読むんだろう、わかんない。若い竹煮るかっこ竹の子とわかめの煮物って書いてある。そのままだ。なんて読むんだろう。グーグル先生、若竹煮、あ、そのままだった、うん、めちゃくちゃそのままだったし、名前もそのままだし、あの料理もそのまま、若竹煮わかめとタケノコ煮たやつね。はい、1週間くらい待つので、豚バラと煮込んだり酢豚にしたりといろんな料理で楽しめます。まるちゃんは季節を感じる食材料理ってありますか？それでは、ということで、若竹煮初めて聞いたかも。食べたことないな。季節を感じる食材なんだろうな。でも確かにタケノコ今の時期か。でもうちあんまタケノコ食べないんですよね。タケノコご飯とか食べたくなるけど、あんまりなんかないかも。お家でとかないか。なんだろうな、フルーツとかが一番感じるかもしれない。さやかはそれこそなんか暖かくなったらイチゴとか出るじゃないですか、春とかになると。でもうスーパーにスイカが並んでるんですよ。さすがにちょっとね、なんか早すぎじゃないみたいな、ちょっとせっかちと思ってるけど、あのそれこそ夏になったらスイカだし、秋は梨とか、冬はみかんとか、わかんないけどなんかそのスーパーとか行くと大体その食材野菜とか果物コーナーが入り口付近にあるじゃないですか。あるんですよ、うちのスーパーはどこもそうかな。あ、でもどこもそうか、大体スーパーって入り口付近が野菜とか果物コーナーだと思うんですけど、そこで感じることが多いですね。それか果物かな。いいな、5月か。5月といえば何なんだろう。何かあります？鯉のぼり。あー、確かに鯉のぼり、母の日、鯉のぼり、確かに。だってそれこそ今日、あれ3日、あ、5日か、子供の日はまだですね。3日は憲法記念日か。もうすぐ子供の日ですね。そういえばなんかそれこそペイペイドームの何か外側にあのいっぱい鯉のぼりがちょっと前からずらーって並んでて、劇場がね隣なので、劇場に来る時とか、わー鯉のぼりだと思いながら入ってますね。それも確かに季節感じるかもしれない。行事ごといいですね。素敵。世間にはたくさん季節を感じるものがあっていいと思います皆さんも5月楽しく過ごせたらなと思います。それでは本日もよろしくお願いします。HKT48 とっとうとチャンネルをキーステーションに配信中、ババサイカのサガーズのお部屋。48の石橋いぶきです。竹本くるみです。いぶくるの休み時間、今日の密着はいぶきです。毎週木曜日22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中。いぶくるの休み時間を聞いて明日からも頑張りましょう。HKT48 の自動エネルです。自動エネルのねえねえ聞いてよラジオエボリューション、おしゃべりしてますよ。あなたのお便りも読んじゃいます。毎週金曜日22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。ババサイカのサガーズのお部屋。それではここからはこちらのコーナーに行きましょう。サガーズのサガ、これって私だけ、あの人だけ、
佐賀、女の佐賀と言われるように人にはそれぞれ個性があり特有の癖も持っています。リスナーの皆さんの周りにいる癖がある方を教えてもらおうという企画になります。はい、それでは早速紹介していきたいと思います。ラジオネーム RKP さんからです。まるちゃんこんばんは。こんばんは。突然ですが、いぶきちゃんがゆえるちゃんのことをちーって呼んでるのをご存知でしょうか。はい、なんか結構前から呼んでますね。YouTube で見てきた時だったと思うんですが、何かの表紙に地位と名誉の話が出てきた時、無意識に脳内で地位と名誉ユールの話と変換してて、あ、地位かと思い直したわけですが、これってお佐賀判定どうでしょう。PS、 この原則、あ、なんか言える、あ、違うか、この原則通りだと、某キャラクターちいかわはユエル可愛いの略になってしまいますね。確かに。なるほどね。地位と名誉。オタクだねこれは。なんか前一回なんかちょっと出たことあるけど。いや確かに。いやなんないわ最後は。最後はなんないってことは癖か。確かに。でもわからなくもない。地位。いや、わからんわ。確かにね、ちいかわゆえるかわいいなっちゃうね。うわ、どうだろう、これ。どうしよう、どっちにしようかな。では、この方は、のおさがで。多分ね、いるよ、他にも。HKT のファンのみんなだったら多分なんかとかユエルとかそれこそいぶきのユエルのファンというよりかいぶきのファンの方の方がなんかチーユエルってなりそう。いそうですね。他にもどうでしょう、そういう経験ある方いらっしゃったら教えてください。そういうことはないです。はい、では続いて、ラジオネームプリントンさんさんからです。まるちゃん、黒木さん、こんばんは。こんばんは。ご当地アンパンって知ってますか。知らないです。ウィドフランスとかデイリー山崎といった山崎パン系列のお店にある表面にその土地の名前などの焼き印を押したものです。広島県のハースブラウンさんは普段は広島という焼き印ですが、プロ野球シーズンになると広島カープのキャラクターの焼き印に変わって季節を感じたりします。また JR 九州系列のトランドールさんにもあって、鳥栖駅のお店ではサガン鳥栖のマークが焼き印になっています。旅行先でパン屋さんを見つけるとついついご当地アンパンを探したくなる私のお佐賀、いかがでしょうか、とのことで。そんなんあるんだ、知らなかった。そもそもさっきウィドフランスさんが分かんない、あとハースブラウンさんも分かんない。パン屋さんの名前かな、多分。トランドールさんは分かる、 JR 九州系列だからかな。すごい、アンパン。そもそもアンパン買わないかも個人的にね。なんかパン屋さん行ってアンパン買わないってか、なんかアンパン食べてる人見たことないかも。そんなこと言っちゃうとちょっとパン屋さんに失礼なんだけど見たことあります。あんまりですよね。アンパン、ないな、見たけど。そうなんだ、知らなかった。そんなご当地アンパンかご当地アンパン。ちょっと行ってみよう。近くだと鳥栖駅なのかな、一番近いの。遠いな、鳥栖駅ね。行ってみよう今度。ぜひ皆さんも探してみてください。では判定に行きます。じゃあこの方はおさがで。おさが。はい、ちょっとそもそもまずアンパンを食べてるってのがおさがポイント1で、2がご当地アンパン探しちゃうっていうね、おさがポイント2で。はい、ごめん、なんか聞いてる方の中でアンパン好きなのにみたいな、なんか買ってるのにとかいう方いたら本当すいません。でもうちの周りはちょっとあんまいないかもしれない。はい、ぜひ皆さん旅行に行った際はご当地アンパン
探してみてください。ありがとうございます。では最後、ラジオネーム大地さんからです。さやまる黒木さん、こんばんは。こんばんは。多分初めてお便りを送ります。わ、ありがとうございます。私自身のことなのですが、カラオケで歌うときに必ず原曲のキーで歌うこだわりがあります。ほうほう。男性アーティスト、女性アーティストのどちらも原曲キーで歌い、もちろん1オクターブ上げたりや下げたりはしません。あ、さすがに裏声は使います。多分小学生の頃に合唱をしていたせいだと思いますが、これっておさがなのでしょうか。認定してもらえると嬉しいです。あ、ちなみに私は男ですよ。気になるなら今度おしゃべり会で披露しますね。ということで、披露してくれるんだ。何歌ってもらおうかな。女性アーティスト歌う時も原曲聞いてたの。すごいね。HKT とか高くない？歌うか知らないけど。高くない？すごいな。さやかは男性アーティストさん歌う時はあげるかな。キー。そもそもカラオケにあんまり行かないさっきからアンパン食べないとかカラオケ行かないとか本当に申し訳ないんですけど、どうします。女性、そもそも女性アーティスト歌います。あ、歌う。下げます。キー下げない。だって想像したらめっちゃおもろい。高いなと思ってても下げない。めっちゃ嬉しい。全力で歌うそうです横のスタッフさんは。そうなんだ。でもなんかそのボイトレの先生が言ってたんですけど、なんか低音は割と限界があるんだけど、高音は頑張れば出せるようになるみたいなことをおっしゃってたんですよ。それこそ裏声使うとかしたら出せるじゃないですか。でもその女性の方が男性キーを歌うときはやっぱ低すぎると出ないから、あげるのかな。これみんな、あ、どうなんだろう。でも下げないんですもんね。ではじゃあ判定はノーおさがで。なんか椅子を他にも下げない方はぜひ、じゃあ今度おしゃべり会で、この間ラジオお手入れ送ったんだけどおさがくれなかったから歌うねって言って、女性アーティストの曲を原曲聴いて歌ってもらおうかな。ありがとうございます。はい、こんな感じで、はい、今回もね、クセ強なお便りがいっぱい来ましたけど、一応佐賀かな。はい、皆さん甘いですね。はい、まだまだ、お便り待ってます。以上、佐賀ズの佐賀、これって私だけ、あの人だけでした。HKT48 の北川ヒーローです。北川ヒーローのアンビシャスヒーロー、型のヒーローになるために頑張ってます。毎週土曜日22時に HKT48 トットートチャンネルで配信中。皆さんのヒーローに私をしてください。HKT48 の時田智香です。ハッシュタグもかの音、ファーストトーク、ゆるっとまったりおしゃべりしてます。あなたの耳の恋人になれるかも。毎週月曜日22時に HKT48 トットートチャンネルで配信中。私をタグ付けしてください。HKT48 の市村愛理です。市村愛理の市村ラジオ、マイペースに喋ってます。ここでしか聞けないことも話しちゃってるかも。毎週火曜日22時に HKT48 トットートチャンネルで配信中。みんな集合。ババサイカのサガーズのお部屋。さて、早いものでお別れの時間がやってきました。早い。はい、今回はそうですね、ゴールデンウィーク真っただ中ということで、なんかさやかは割と忙しいゴールデンウィークなので、今年は毎年忙しいのかな、ちょっと去年の記憶があんまりないんですけど、はい、今年はね、たくさん公演とかフェスとかおしゃべり会とか生誕祭とかあって、たくさんね、皆さんに会える機会があって、すごい幸せなゴールデンウィークだなと思っております。
はい、そんな感じですね。5月になりましたけども早い気がする。だってもう2023年3分の 1?4 分の 1?3 分の 1?3 分の 1? 終わったらしいです。信じられますか？信じられません。はい、あっという間にね、2023年も終わる、まだ始まったばっかりなのにもう終わりますけどとか言うのはあれだけど、一日一日をね大切にしていけたらなと思います。番組の感想やお便り企画は番組専用の Google フォームから送ってください。また SNS でつぶやく際はハッシュタグサガーズのお部屋、サガーズのおまではひらがなで、部屋は漢字でつぶやいていただけたら嬉しいです。それではまた来週水曜日にお会いしましょう。バイバーイ。